ドルタピンスカイパーフェクトラジオ、こんばんは、スカパーの川崎です。よろしくお願いします。お願いします。嬉しいお知らせです。お、ハッピーニュース。ハッピーニュースですね。もう知りたいね。はい、行くぜ椿ファクトリーブース、うん、椿ファクトリーの夏祭り2022灼熱に出店が決定しました。うん、あ、なんか金々噂は聞いておりますけれども、したしね、収録もしたしね。そう、噂聞いてとか、僕はその収録に立ち会ってるからあれなんですけど、8月25日に、はい、河口湖ステラシアターで行われる椿ファクトリーさんのライブ、灼熱ですね、夏祭り2022、うん、灼熱にですね、うん、会場のね、多分外かな、うん、にそのテントとか、うん、多分張られるブースがあると思うんですけど、はいはい、そこに番組ブースがね、うん、出ますんで。なんか何ですか、出店とか出るブースみたいなことですか。なんかな、ちょっと。どういう雰囲気で出るんですか。どういう雰囲気で出るかも知らん。分かってない。俺も分かってない。もうほんま出たとこ勝負よ。地域のお祭りの福引き会場みたいなのができるってことですか。っていうのができるっていうイメージよ。俺はね。そう。そう、テントと、みたいな。そう。スタッフさんがいて、そう。そこでなんかやってくれる。やってくれるみたいなので、ブースを出すんで、うん、で、そこでまあ何をするかっていう話ですよ。確かにね。うん。何するんですか？何をするかっていうと、うん、まず、パネル、フォトスポットですね。あー。はいはいはい。まあ要は写真撮りに来れる。でっかいやつ。でっかいやつ。あ、ここでピースして撮ったらみんなと撮ってるみたいになるよみたいな。みたいなことね。メンバー12人のパネルをね。言うじゃないですか。ちょっと用意させてもらうので、ちょっと写真、お写真撮りに来てくださいねっていう。記念にもなりますね。記念撮影。確かに。するパネルとですね、うん、いいですね、はい、あとですね、これ大事ですから、抽選会。あ、抽選会、抽選会をやろうと思って。それはもう来た方全員参加できるんですか。まあ、条件があって、はい、当日どうなるか分かんないですけど、はい、いくぜ椿ファクトリーにツイッターのフォローと、ほう、あ、はいはい、はい、ツイッターアカウント、ね、ツイッターアカウントのフォローと、はい、そのなんかつぶやきをね、リツイートなのか、そうね、リツイートかなかな、うん、とかをそのハッシュタグでつぶやいてくれたりとか。このチャンネルの登録は大丈夫ですか。このチャンネルの登録は大丈夫です。優しいな。このチャンネル登録しなくても。しなくても。大丈夫。大丈夫。わあ、優しい。その代わり、いくつばの番組、ツイッターをフォロー。こんなチャンネルフォローしなくていいから、ああ、いくつばのフォローしてくれと。ああ、なるほど。もう本当に。わあ、優しい。ただ、うん、まあ多分、うん、はい、僕はそのブースにいると思うんで。あ、そうなんですか。はい、いると思うんで、はい、あのチャンネル登録してますよって言ってくれた ら何かしらあるかもしれません。川崎翔が、ああ、あるかもしれませんですけど、はい、まあ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 、公式的にはね、チャンネルのフォローと、うん、あとハッピースゴのね、チャンネル登録もね、お願いするかもしれないですね。椿ファクトリーさんがやってるやつ、まあ皆さん当然知ってると思うけどね、もう来てる人はね、来てる人は、うん、ハッピースゴはみんな登録してると思うんですよ、うん、知ってるの僕らですよ。あ、まあ、と、そうね。こっちのチャンネルですよ。ドロタピークエスト。ドロタピークエストを、うん、あの、登録してます画面を川崎さんに見してくれたら、うん、川崎さんから、うん、でっかい声のお礼か何かが返ってくる。あ、まあそうね。まあまあまあ。ありがとうございますでは、言わせていただき、絶対言わせていただきます。言わせていただきます。はい、はい。言わせていただきますんで、はい、ぜひぜひね、はいはい。それを店に。ね、来てくれたら、あの、いわゆるガラガラ。そのガラガラをして。して。え、これなんか何が商品とか聞いちゃって大丈夫ですか？言っちゃいましょうか。あ、さすがこのラジオ。はい。聞いてる方に、はい。もう先にね、公開しますよ、じゃあ。なるほど。はい、教えてほしい。一応ね、はい、3つ、あの、景品を用意してます。3つ？はい。すごい。1等、2等、3等。1等、2等、3等。何すか？ 3 等が、まず。まず3等から。行くぜ椿ファクトリーの番組ロゴステッカーです。うん、え、3等で？はい。欲しい。俺ですら持ってないのに。制作人すら持ってないステッカー。僕がステッカーを用意しますんで、3等はそれで。欲しい。はい。いいな。で、2等がですね。2等。これは皆さん欲しいですよ、絶対。ちょっとグレード上がりますか？はい。え、何すか？なんと、はい、行くぜ椿ファクトリーで、メンバーさんがデザインしたボディーペイントシールが当たります。おー、これは、多分このラジオ上がってる頃には放送されてますよね、うん、されたときにあげましょうか、された時にあげましょうか、うん、
ほんまにメンバーの方がガチで、ガチで手書きでデザインしたやつを取り込んで、データ化して、いわゆるその、うん、体に貼って水で濡らしてシールになるやつ。結構ね、しっかり貼れるやつ。そう。あの目の下に貼ったりとか、そう腕に貼ったりとかして、上に貼ったりとか、いろんな各ライブでね、まあ、そうきっとマスク会場ではしないといけないから、うん、まあおすすめはおでこに貼る、うん、ね、ほっぺたとかね、そうほっぺたとか、マスクが出る部分、そう首とかね、メンバーとかが、そう首とかにつけるとね、うん、もうほんまにめちゃくちゃタトゥーしてるみたいに見えるけど、フリタみたいな、そう。まあでもそうです、ね、はい、そう、それのメンバー個別にとか言いません。12枚セットで、そっか、俺ちょっと勘違いしました、これ、うん、全員に配るのかなと思ってたら、うん、抽選の商品なんですね、これ。そうめっちゃレアじゃないですか。じゃあレアこれ、そうちょっと貼るのもったいなくないですか、あれ。まあまあでもお祭りですから、まあぜひね、うん、確かにでも貼ってくれてるって絶対思いますしね、そうメンバーの人もこれお祭りですし、なんだったら貼ってるのをこう、はい、写真撮って、ハッシュタグつけてね、その日にね、多分公式さんがね、きっといいハッシュタグをつけてくれるでしょうから、これでつぶやいてね、みたいな。もうだから僕たちのことなんかどうでもいいです、本当に。確かに。いくつばとか、まあ、いいんで、まあ、できればね、いくつばファクトリーのブースでもらったよとか、いくつば最高とか言ってほしいけど、もう、いいです、その日は。登録してね、とか。うん。その、どうでもいいです、その日は。見てね、って言ってほしいですけど。その日は、もうその、灼熱を盛り上げることだけに徹しようと思うんで、ね、確かにみんなでそのボディペイントシール貼ってもらって、うん、ハッシュタグで、うん、貼ってる様子つぶやくとか、確かにしてほしいなという、いいですね。そうなんかちょっともう 2等で結構メンバーリアルなグッズ、そうだからまあその1枚にその12枚のセットになったやつをそのお渡しするんで、A4 くらいのシールとか、そうで、ちなみに補足情報で言っていくと、これも実は2種類番組で作ったんですけど、もう1種類のボディペイントシールの方は会場の物販であのグッズを購入された方に先着で、お配りしてるので、丸々推しの方ですか。丸々推しの方がいくつばブース。なるほど、はい、で完全オリジナルの方を、グッズの、おおすごい、物販の方で配りたいなと思っておりますんで、すごい、はい、なんでぜひね、グッズを購入していただいて、うん、であの番組抽選会にも遊びに来ていただいて、確かにコンプリートしていただければなというふうには思ってますね。でもこれ、まあ、放送されてるんですよね。されてます。一個、ちょっと気になったことが、うん、はいはい、何でしょう、何ですか。ボディペイントシール、はいはい、デザイン、はいはい、あのこっちが、うん、あれですよね、じゃあグッズを買った方がそうですね、それぞれのメンバーの絵が描いてある、はいはい、これ僕ちょっと一個漢字間違いなんじゃないかなっていう、まあそこはね、うん、あの気にしないです。じゃあこれもぜひね、はいはい、最初で見つけていただいて、見つけていただいてね、はいはい、気にしないで大丈夫だと思います。ごめんなさい、僕が気づくのが遅かったって、すいません、本当に僕だけ気づいてます今、はいはい、まあでもね、そんなんは大丈夫ですよ。いやでもまあそうですよ。そうでも一等ですよ。一等ですか。はい、うん、一等はね、うん、これも大放出です。大放出、出血大サービス、ああもうね、メンバー全員のサインが入った、そうだろ、行くぜ椿ファクトリー T シャツをプレゼントします。これだから今まであのあれよ、本当26時間の時とかは全部キーワード集めて、そうですよね、っていうのじゃないと当たらんかった、ね、そう、はい、とかこの前のあの、うん、ハッピースゴイクツバの生配信の時に、そうだ、つぶやいてくれた方に、はい、抽選でやってましたねっていうのと、はい、スペシャル TV プラスさんに加入している方が、一応毎月ね、はい、あの毎回その応募でね、プレゼントをあのスパの加入者限定でね、はい、プレゼントしてますけども、はい、その T シャツですね、のサイン入り、あれ結構レアなんですよね。もうレア、マジで、もう持ってる人もほとんどいないんじゃないかな。僕もたまにあのそのスカパーの社内というか、はいはい、であの本当にプレゼントするように綺麗に放送されてるやつ、はいはい、あれしか見たことないし、はいはいはい、スタッフの誰一人着てるのも、いやそれは問題あるやろいやだからみんな着ようぜ。いやあるんですか、その支給されてるやつなくないですか。黒作ったやん。そうなんです、だから川さん着てるの見たことあるんですけど、うん、あれ以降見てないんですよ。あれどこにあるのかなと思って。いやだから黒はもう履けたよ、だからスタッフに、スタッフに履けたんですか。そう、全員配ったから。
電機とんかい。そう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 。だから持ってるはずよ。だから収録のために来てきなさいよ、みんな。持ってると来てきてくれたのに。そう、ね。誰も来てこうへんやと。みんな私服で来て。みんな私服で来て。なあ。ね。そうそうそう。ごめんごめん。俺も来てこなあかんな。そうです、ね。それで言うたら。ガガガスペシャルの T シャツ着てきてる。ほんまや。ライブ T 着てきてる場合じゃないですよ。ほんまやで。ほんまですよ。ほんまや。ね。靴バティ着なな。そうですね。確かに確かに。あの日くらいはね。あの日くらいは。本当ですよ。あ、でもいいですね。いや、そうそうそう。それが当たりますんで、ぜひね、ご参加いただいて。結構参加のハードルも低いし。いや、そう、本当だってね、うん、もう、ただですから。ね。無料ですから。お金もかかんないし、はい。お金もかかんないし。あの、通信費だけね、あの、パケット代だけね。そんな時代ちゃうでしょ、今。私会場の Wi-Fi があるかどうか分かんない、ね。そうなんでね。Wi-Fi があるかどうか分かんない。そう、ね、モバイルの通信費だけ、そうですね。ご負担いただいてね。パケット通信料だけね。いや、懐かしいな。懐かしいパケット通信料気にした時代。はい。だけ、あの。なんか割とギガとかあるから大丈夫ですよ。はいはい、だけちょっとね。ねあの、で、会場でね、人がいっぱいいるから、はいはい、あのなかなかね、繋がらないとか、この前のあの au の障害みたいなこともあるやんか。うわ、懐かしいってか、そこも最近ですね。そうそうそう。確かに。それこそ、はい、もうこれこ、あの、ちょっとどのタイミングか分からん。イコノイジョイフェスに行った時に、はい、そう、あの、同じようなブース出したのよ。はい、その、はい、スカッ、あの番組ブースね。はい、その日がまさに au の障害の重なってしまって、マジすか、で au の人がその全然できへんってなってて、はい、っていうのが大パニックじゃないですか。そうあって、はい、フォローできないですみたいなとかがあったんよ、はい、なんでもう何かあった時のためにもうフォローして、そうそう、もうこれを聞いたらね、もうフォローして、うん、そのためにスクショして、そう画像で保存しといて、それを見せたら OK という状態に、そうそうそうにしといてもらえるとね、確かによりスムーズなんじゃないかなと、確かに、ね、思いますんで、ぜひぜひ会場で、うん、あのやっていただくのももちろんいいですけど、はいはい、もうやってきていただいたら別に ね、何のあれもありませんから、うん、本当にスムーズマンなんでね、確かにぜひぜひそれを持ってきていただけると、うん、一緒に盛り上げていただけると、盛り上げていただけると、はい、あとですね、これはねもう本当にね、あのビジネスライクなお願いで本当恐縮なんですけども、ちょっと心して聞こうか、あのスカパー加入ブースも、やらせていただきますんで、あ、じゃあもう当日、はい、そこでスカパー加入の手続きができちゃう、できちゃうという、できちゃうんだ、はい、ブースもお申し込みをね、できる、お申し込み、そうで、お申し込みしていただいて、うん、後日お電話して、はい、でそこであの契約もろもろあのさせていただくっていう、その申し込み予約を、うん、その会場でしていただけますので、なるほど、でですね、はい、これがねまた何ですか、当日、うん、そのスカパーブースで、あ、このご加入申し込みしていただいた方は、はい、え、もう先着ですよ。先着で、漏れなく、イクゼツバキファクトリーメンバー全員サイン入り T シャツをプレゼントします。一等抽選に外れても、はい、その場でスカパーに加入すれば、もらえるんですか。もらえます。今回限り、マジで。数は限られるでしょ。数は限られますけども、そう、先着、はい、え、やりますんで。いや、本気や。何がや。いや、その一等を、そっちにも当たり前や。そこで、まあ、加入の者増やすことがね、あの市場命題ですから。本当です。もうこれね、皆さんもう本当お願いです。でもいいかも。でもここで、うん、これラジオって別にスカパー見てない人も見れるじゃない、うん、聞けるじゃないですか、うん。ここでほんまに入ろうかなと思った時、うん、このタイミングですれば、うん、全員のサイン入り T シャツもらえるでしょ。もらえる。あ、じゃあ。このタイミング取っておいた方がいいですね。もう会場入って。会場入って。加入しますって。そう。一言言ってくれたら。言ってくれたら。かとか言って。そう。申し込み書書いてくれて。その間絶対に後日の電話で加入してくださいね。それだけはお願いです。はい、はい。そう。お断りとかができない。それだとちょっとプレゼント渡せなくなっちゃうんで。そうですね。はい。必ず加入するとか。っていうことを条件にさせていただきますけども、プレゼント。確かに。はい。ちょっとその場でプレゼントするか、後日発送するか、はい、ちょっと、まあ、あの、加入の確認取れてからね、はい、はい。詳しくは、まあ、番組のツイッターなどでお知らせしますんで、ちょっと要チェックですけども、力入ってみる、そういうこと、続けたいんや番組を。確かにね、いくつもを応援する。つばきファクトリーの応援にもまあヒーターなってるという気持ちで。気持ちで、はい、ぜひぜひね、このタイミングで、はい、友達に見せてもらってたよとかね、はいはい、ゴニョゴニョしてたよみたいな人は、今回のタイミングで、一旦ね、T シャツサインがもらえますから、これ。いや、これはすごいな。はい。なんかステッカーとかで済ませられるもちろん、じゃあ、ステッカーもつけます。
ステッカーもつける。ステッカーもつけます。いいじゃないですか、じゃあ。はい。もう全然。ちょっと先着でもしそのサイン T シャツがなくなったら、はい、あの、ステッカーとボディペイントシールの意識もつけるようにしますので。なるほど、なるほど。もう加入者には一番手厚く。手厚く。させていただきます。させていただきますので。この機会ぜひ。そうそう。で、こういう時にね、あの、よくあるあるなんですけども、うん、今まで入ってた俺たちはどうなんだと。どうなんだと、俺たちの権利どうなってんだ。っていう。いい加減にしろっていうのもあるんですけども、はい、本当に、そのご理解ください。これは。正面突破です。正面突破です。その代わり何々がありますからとかじゃなくて、はい、ご理解ください。分かってくれ。本当に。頼む。そうですね。本当に。はい、あの、その、感謝は本当に。本当に感謝してます。はい。はい、してますし。で、抽選会もね、はい、あの、ぜひ、してください。で、はい、もう今決めました。あの、スカパー入ってる人は、その抽選会ガラガラ、2回回せます。はいはい、あ、スカパー入ってると証明ができる。証明ができたら、あの、マイスカパーの画面とかを見せていただければ、はいはい、なるほど、なるほど。もう、抽選会ガラガラ、あの、2回回して、OK です。ここもう判断、はい、いい判断で、ここ基本的にはその一人一回とさせていただいてますけども、はい、なるほど、もうスカパー入ってるよっていう方は、はい、もう2回回せることにしましょう。それで勘弁してくれ、それで勘弁してください。本当にごめんなさい、申し訳ない。いや、まあまあいいんじゃないでしょうか、はい、し、ちなみに、はい、入ってる人も、うん、なんかもう一台テレビ契約しようとか、ああ、はいはい、なんかレコーダーの方でも契約しようとか、うんうん、そういう方は OK です。申し込み扱い。はい。なるほど。申し込み OK なんで、なるほど、ぜひぜひ、そういう方でも OK ですので、うん、実家で入ってるけど、じゃあ自分の家でも入ろうかなとか、はいはい、その逆もしかりね。そうですね。うん。あの、リビングで入ってるけど、自分の部屋にも入ろうかなとか、なるほど、そういうのも、あの、ぜひ申し込み OK にしますんで。本気でお願いします。本気ですんでね。はい。この時は、この時は、ね。そうそうそう。もう本当もう。この時の川崎さんはもう。そうそうそう。あ、だいぶこれ頑固よ。もういい。もう本気、もう今、もうアシックスか俺かぐらいの。いや、本気。本気なら。本気と書いてね。そうそうそう。はい、本気ならアシックスですから、確かに本当に。やっていきましょうよ。ね、はい。はい、ということで、ちょっと長々喋りましたけども。はい、そうそうですね。はい。でもぜひ、川口湖お会いできると嬉しいですね。そんなね、あのブースにも遊びに、うん、そうですね、行きたいっていうね、うん、こういうのもあ、こういうのでたくさん盛り上げますんでね、ぜひ、ね、他にもいっぱいありますからね。そうそうそう、当日楽しいと思う、そうなんで、うん、ナンスもライブもね、めちゃくちゃ楽しいと思うんで、確かに、はい、でちょっとね、これこのやつでは言えないと思うんですけど、はいはい、パネル以外にも、うん、そうですよ、来てみたらね、すごいのある、すごいのあるから、本当にこれはこれはもうマジで、はい、もう言いたい、もう言いたい、言いたいけど、なんか多分、言ったらいろいろありそうやから言われへんけど、もう言えないけど、言えないけど、来たら絶対、ウォーってなるやつが、うん、ありますんで。あるし、それにはね、もう僕らと、ね、メンバーさんもね、血と涙と汗の結晶が、みたいなもんがね、みたいなもんがね、ボンってこう、象徴的に多分あるはず、飾られてるはずなんで、それのね、ええ、写真とか見に、もう実際ものを見に来るだけでも価値があると思う、ね。いや、あると思いますよ、本当に。ぜひね。来てほしいな。はい。コンサートのね、うん、チケットもまだ発売中だったと思うので、ね、ええ、はい。ぜひぜひそちらも、はい、あの、皆さん一日かけて、お願いしますよ。いい夏の思い出にしましょう。まですよ。はい。チャンネル登録、うん、高評価、灼熱っていうコメントもね、お待ちしてます。はい、いや、灼熱だけでも OK です。だけでもね、はい、はい、行くよーとか、あ、ね、行きたいなーとか、行くぜーとか、あ、確かに欲しいですね。ほんまにコメント数さえあれば何でもいい。何でもいいです。本当に。ただ、誹謗中傷だけやめてください。そ, ね、本当にそこだけちょっと、はい、あの書く前にとど、はい、まってやめてください、はいはい。よろしくお願いします。ありがとうございました。